どれよ。結構多いな。どう？ミルクとしてうまい。いいな。アイドルのさ、アカウントが友達にバレるとか家族にバレるとかで経験したことはある？美味しい焼肉を世界に広めたい福ちゃんです。今日特別ゲストお二人用意してます。どうもー、半年ぶり焼肉キャリアアドバイザーの森川です。はい、貴重な感謝、あ、タイトル貴重な感謝4期生のおはるです。タピオカ飲み放題の焼肉屋があるということで、こちら韓国料理ヤクヤク食堂。タピオカがありそうには見えないけどね。噂によるとここが焼肉食べ放題でプラスタピオカも飲み放題らしいということで、早速行ってみたいと思います。では行きます。これかよ。これで焼肉も食べれるわけですね。放題にプラス300円か500円で見放題みたいな。そうですか。正直そんなに気持ちは前には走ってないですね。飲んで1杯じゃないんだって。これ大体2杯も飲む。確かに。お二人がタピオカを飲みたいと、はい、それ企画だから頼むけど、はい、チーズとか大丈夫？普通でいいかも。これとかもでも肉食えなくなって。じゃあ僕は一つ目はどうしよう。僕抹茶好きなんで、でもどれも美味しそうだな。私も抹茶ってよ。これよ。これきな粉。じゃあ抹茶。それでお肉も食べれる。肉はチキッパかな。って考えるとまあやっぱ安いんすね。国産生サムギョプサルはどうだろう。いいと思います。サルにトントロに豚、これにしましょう。すいません、90分の食べ放題とあとこれ受精用。受精用韓国語4タピきな粉受精用。これを抹茶。普通どれくらい飲むんですか？みんな一杯で終わりでしょ。みんな4枚ぐらい。マジで？でもさ、普通のタピオカでさ400円、500円するからさ、まあ、これ300円で考えると、あとちょっとちっちゃくしてくれてるんですかね。ごめん、いっぱい飲めるやつ。あ、それはよかった。ちっちゃいな。じゃあごま油と塩、サムヤンです。早い。もう、キムチ友達でございます。キムチ焼くの？そう、サムヤンさん焼くんですよ。知らなかった。韓国にしたんでしょ？焼かなかった。お肉とイスを巻いて、じゃあ豚ロースとトントロです。おー、サムロブサルでございます。美味しそう。やばい、めっちゃ辛いです。すごい、これカゴかと思ったら普通に陶器のサラダ。おぉ、そうなの？これ食べ放題飲み物はついてなかったのかな。あ、それはタピオカなんだ。結構しんどくない？普通だった。水もらう？水、あ、でもよかった、水あればもうそれは僕は大丈夫。なるべく糖質を。ここでコーラとか飲んだら死ぬ。これ何？特殊の水なのかな？韓国こんな感じです。あ、そうそうそう。じゃあ中身普通の水ね。やば、水均等に入れるプロかもしれん。じゃあ実際測ってみますか。ちょっと惜しいです。もうちょっと惜しかったな。これが少ないかな。すごい。あ、でも抹茶なかった。抹茶。うわ、結構ボリューミーだね。おー、はい、ちっちゃくはないな、これ。これよ、結構多いな。多くね。どう？ミルクとしてうまい。ガチタピオカ。ちゃんと黒糖とかがめっちゃ入ってて、タピオカって何でできてるの？芋。なんで女子はこれ好きなの？わかんない。もう可愛いじゃん。ということで本日はタピオカを飲みたいというお二人、就活アイドルおはるとキャリアアドバイザー芸人オープンと来ております。半年ぶりぐらいじゃないですか。3月だった。あ、うまそう。じゃあどうですか。いいな、すごい、そうやってやるんだ。熱かもね、日本の感じ。うまいじゃん。あんまり熱くない。熱かったもんね。最近ようやく映えてるっていう言葉を使えるんだった。今さら。今さら。ハッピーで。はい、ありがとうございます。早速いただきます。基本を見せてください。あ、わかりました。これはごま油です。あ、これは豚です。で、ちょっとこれを。をつまんで、適量乗せると。はい。で、これはですね、一口で食べなきゃダメなんですよ。そういうルール？はい、いただきます。うん、うまっ。これ今日僕1食目なんですけど、1食目めちゃめちゃうまい。アイドルは結構コメント言うのね。ハードル上げてる。アイドルやもんな。ポケモンで言うと、ポケモンで言うと、意味わかんないけど、ポケモン何が好きなの？ミルタンクです。ミルタンク牛なんですよ。あっつあっつ。うん、これだけははっきり言える。ウィンナーは一口で全部いかない方がいいです。熱い。タピオカに夢中なおはるさん、最後にちょっとだけ残るのめっちゃ飲みにくくないですか？ここに残るからね。じゃあ飲み切った。おはるさんどうですか？最後に会ったの3月ぐらいだと思うんですけど。そう、前会った時はまだエントリーが始まってな
組んで、あるエンタメ系の、まあ、どうしても行きたかった医者があったんですけど、エントリーシート通りました。で、ウェブテストもありました。ウェブテストも通りました。一次面接まで行きましたからの落ちました。イエーイ。そんな感じです。どのぐらいの時期の話？これは6月とか。結構経ってるね。それ範囲は。最後に新卒に求めることって何ですかって質問をしたんですよ、面接官の人に。その時に言われた答えが、それまでに自分が言った答えと結構それてたなって自分で分かっちゃって、それだなっていう。なんか全然応募してもない企業からお見送りを受けたっていう。あ、そうなんです。それはそう、めっちゃ最近の話で、本当にナビサイトでプレエントリーかなんかをしてた会社なんですけど、で全然説明会も行ってないし、もう一切もう本当何もしてないんです。それなのに急になんかお見送りですみたいなメール来て、何みたいな。勝手に動画選考されてたことになってたし。マジで。どの会社もそういうのね、結構慎重にやってたはずだったんで、まさかの間違えてメール。あ、でもその後ちゃんとお詫びのメール来たんで、間違えましたって来てた。もうそこそこ時間経ってるわけじゃない？そうなりますね。3ヶ月ぐらいはもうなんかね、はい、あるわけで。何されしたの？聞いちゃう。夏満喫したんですか？一個言い訳すると、三名学っていうのがあって、あ、なんか生年月日とかで占ってもらうやつがあるんですけど、あんたは毎年7月と8月の運勢は悪いからおとなしくしときなさいって言われたんで、確かに言われてみれば毎年その時期なんかやる気起きないなって思って、ちょっとおとなしくしてました。確かに今日もなんか占い師っぽい格好だわ。ほら、ジョジョ。ジョジョなんだよ。ジョジョだよ。意外とそういうの信じんない？信じる。もっと車に構えて斜めから見るかと思ったら、ちゃんと真に受けるんだよ。ちゃんと生年月日に基づいてとか、手相とかだったらなんか信用できるかな。じゃあ何もしてないの？ちょっとおとなしくしてるわけ？なんかずっとバイトしてて、7月まで収録ぐらいでずっとバイトしてて。他のメンバーは就活アイドル？もう2人はちゃんと内定決まって、1人はなんか自分でやっていくじゃないけど、そういう方向性と、1人もなんとかなるっしょって感じなんで。じゃあもう一回来年もアイドル続ける？はい、やりません。留年アイドル？留年しないで卒業する。卒業する。今回の新曲も今までみたいに就活就活してない感じなんですよ。一番歴代の曲の中ではすごい共感できるかなっていう。1年間で何舞台踏んだっていうか、どのぐらいの活動をしたの？月1とか月2ぐらいですか。ほんと一番都合合わない時は東大の夏目と2人でライブやったりとかもしました。先ほど話しなかったら一番好きなタイミングで。サンチュとリオッカーの黒ごま。ありがとうございます。早い、提供が早い。マジかよ、落ちたのかよ。どうする？一回2時間ぐらい2人で居酒屋行って話したんですけど、エントリーシート書くって言っていたのに、大体飲んでたからね。ちょっと心配はしてたんだよ。消えたから、ツイッターから。ちょっとおとなしくしてる。じゃあ、あれ？おはる、ごまた飲んでたけど。ごまた飲んでたけど、いいよ。あ、飲みたいよ、チャーベル。多分俺これで今日すべてさよならする。あ、全然甘くない。これから どうするんですか？どうするんですかね。まだ学生っていうね、これもありますけど、もう学生じゃなくなった時、こうマジで考えたのは屋外逃亡しようかな。屋外バックパッカーみたいな感じ。ワーホリーみたいな。まあマジ考えてるんですけど、ちゃんと行きたい明確な目的みたいなのが、これを勉強したいとか、こういうものを得たいってあんまりなくって、まあ、あと、まあ、現実的になんか予算の問題、お金の問題とかがどうしても出てきちゃうから。めっちゃお金溜まってるよ。でもそんなに稼ぐためにバイトしてないから、楽しくてバイトしてるだけだから、なんとも言えないなっていう。そう、6月から新しくバイトを増やしたんですよ、1個。それもなんか3つ、同時に3つもやったことない。でもどれも週1とか週2ずつぐらいだから、逆にしんどくない？2つはでも2、3年やってるから、大体でも同じやってること同じようなことだし。だから国外逃亡しないといけないってこと？差し入れに行くんでしょ、パイプキットを。オランダとかでパイプ。ちなみに国外ならどこ？英語全然できないんで、単純に行きやすいところはいいなって思って。そしたらオーストラリアとか、そういうところになるかな。カナダがいい。カナダって世界で一番移民を受け入れてる多文化国家だから、マジいっぱいいろんな種類から。カナダかオーストラリアがやっぱワホリとか行きやすいらしい。そうだよね。でももう今何月？9月で、まああと半年以内には、ね、少なくとも。もちろんね、もう途中でなんかいい会社さんと出会えれば、まあ働いてもいいかなって言ったらあれやけど。いや、そういうじゃあアクションは行ってない。あんまでも探してない。でもなんかそんなに閉じこもってるつもりでもないというか、いろんなことを視野は広げて
ってるつもりって言って、ね、あれやけど、どうなの実際自分が就活生やってみて投資したいの思うこととかある？もう本当バカバカしいなって思っちゃってそのあたりはそう、なんかなんでみんなそんな必死になっちゃうんだろうってなんかなおさらわかんないかな。確かにね、内定欲しさに必死になったりとかちょっと本質ではないですからね。どうでした2019年は？まだ早くない？それまだ9月だよ。また息潜めるでしょ。いや、ちゃんとやる、ちゃんとやるけど、本当に行きたかった会社とかでやりたかったことってなんか企画とかことを作ることだし、本当にそれが自分のやりたいことなのかなって分かんなくなってるのが最近。やってみると分からんね。そうなんですよ、やってみないとってなっちゃうから。バイト以外でなんか楽しみとか、なんかこう過ごしてるとかないんだ。旅行とか好きじゃない？インドア？うん。じゃあ家で何してんの？山中、あ、家洋食。家にあんまいないかも。大体バイトしてる。バイトが趣味なの。ちょっとメニュー見せて。あ、よかった。これ俺ら食べ放題でそもそも肉も頼んでないよ。焼かないと。あ、僕普通に塩、昆布、キャベツ食べたい。あ、チジミ食いたいです。ちゃん食いたい。あ、食いたいです。チョギヨー、サムヨプサルと、チャンジャー、塩昆布キャベツ。あ、チヂミを。チヂミ、お願いします。これ肉としてはどうなんですか、実際。この値段でこれだったら全然美味しい。焼肉屋多い。めちゃめちゃ多い。激戦区。このビルでね、3つ4つ。確かに。大学の友達はいない。いないことはない。もうちょっとそれで。これ聞いていいか分かんないけどさ、アイドルのさ、アカウントが友達にバレるとか、家族にバレるとかで経験したことはある？アカウントが友達にバレるとか、家族にバレるとかで経験したことはある？